マユさんの発音を聞きましょう。<In Japan. S 1> ジャパンじゃなくてジャパンですよね。完全にアメリカ英語で言ってますよね。ジャパンじゃなくてジャパンですね。この赤い A を読むと、えという発音がしますね。あいうえおに入ってなくて、え。 ジャパンって言ってもいいと思うんですけれどもジャパンっってて言うととっても自然な感じがしますよね日本人には「えん」という発音が難しいって分かってるけどまゆうさんには「問題ないらしいね」「ジャパンこの英語カラフリガナ気になりますか ちょっと待ってください。I go used to って言うと、ちょっとおかしいんですよね。文法的に考えると。やっぱりこれちょっと発音のミスですよね。ゴーよりガーって言いましょうね。I got used to 慣れてきたっていう意味ですよね。ゴーよりガーですよね。この緑の O がガーっていう発音がするから気をつけてくださいね。I go used to って文法的に合ってないから、I got used to って言った方がいいですね。Bathrooms ちょっと ちょっと待ってくださいね。bathrooms というと、アメリカ英語っていう発音じゃないんですよね。アメリカ英語で言うと、bathrooms って言うんですよね。この赤い絵を読むと、air ですよね。ジャパンと変わらないんですよね。だから bathroom だけど、マユさんが何でか分かんないけど、イギリス英語で言ってるって感じがするよね。 バームっって言って言るよねよく聞いてくださいねバーツルームバーツルームノーバーツルームベーよりバーって言ってたよね俺の耳にはこれイギリス英語って感じがしますよねまゆさんの発音はほとんどアメリカ英語なんですけれどもなんでイギリス英語で言ってんのかなもしかしてこれカタカナ英語のくせかもわかりませんねだって彼女がジャパンってちゃんと言えるからバーツルームもちゃんと言いましょうか もちろん、バーティーロームで言ってもいいんだけどさ。マイさんの文法はどうですか ?Every food.I knew it.Every food ってそのままで言うと、ちょっとおかしいんですよね。なんか足りないんですよね。Every piece of food って言えるし、Every meal 言っても大丈夫ですね。だから、Every piece of food was bigger than I expected。それとも、Every meal was bigger than I expected。The portions were huge.Every food ってそのままで言うと、 ちょっと不自然ですよね。気をつけてください。Still bigger than I expect.Was still big, だからかっ形ですね。Bigger than I expected, って言った方がいいですね。細かいですけれどもね。完全に意味が分かってるけどね。ちょっと不自然な気持ちがしますよね。Bigger than I expected, って言った方が いいですよね。I make an eye with これが面白いね。なんでかというと発音的に考えると、make an eye contact というととっても自然なアメリカ英語の発音ですね。なんでかというと make an eye make an eye making eye, eye って言いましたよね。a より making っていう発音がしますね。このオレンジの色を読んでくださいね。a より a makin, makin, makin contact eye 問題はね、文法的に考えると、円はいりません。だから、Whenever I make eye contact.Whenever I make eye contact って言った方が自然ですね。まゆさんのスラングはどうですかねああ<ー>、とっても自然ですね。考えながら喋ると、次何て言えばいいかわかんない瞬間があるんじゃないですか。 あのー、みたいな感じですね。英語で言うと、あ、uh, って言った方がいいですね。とっても自然ですね。マユさんが、ー、uh, って言うと、完全にアメリカ人に聞こえますよね。Small was like still big.Like の使い方が完全にアメリカ人に聞こえるよね。アメリカ人はよく Like 使いますよね。I was like happy.It was like いろんな使い方があるんですけれども Like 使うと100%アメリカ人みたいな感じがしますよね本じゃあマユさんは英語勉強してないって言えないよね勉強中っていう気持ちもしないよね英語ネイティブじゃないと思いますよね発音の失敗がありましたから英語ペラペラって決まってるけど マゆさんは帰国史上ですねはいパチパチですねすごい普通の帰国史上が若い時に海外行ってきて英語ペラペラになるんですけれどもマ、ま、ゆさんが留学してからペラペラになってからすごいと思うよ英語ネイティブじゃないのにこんなに綺麗なアメリカ英語で喋ると聞きやすいですね かっこい,いですね。たまに失敗がかっていうと100%理解してる甲斐先輩は字幕読まないで聞いてたからさ耳だけで聞くととっても綺麗な英語で喋ってますねもし君が英語の勉強してたらねまゆさんのアドバイス聞いてくださいね甲斐先輩のチャンネルに登録して甲後輩になってください起立0ではまた今度よろしくお願いします